おねえショートニュース、さやかさん本当はどこから落ちた？去年のさやかさんの事件でここ最近どうしても引っかかってること、みんな忘れてない？公式発表では15センチの隙間から落下したとなってるけど、ありえる？よく考えたらこれは大きな闇よ。私自身もそしてあんたたちも他人事ではなくなるわ。その理由は本編動画で、出来上がったらコメント欄にリンク貼るわ。登録してへばりつきなさい。なんてね。